ダンベル何キロモテるは、原作サンドロビッチやバゴ、作画マムによる日本の漫画作品。公式な略称はないが、ロケットニュースでは、ダンモテが用いられている。2016年8月5日から小学館のコミックアプリ、漫画および漫画配信サイト、ウラサンデーにて連載中。原作者のウェブ漫画、旧道の拳や、漫画ンガ掲載中の、ケンガンアシュラ。 剣眼オめがとも世界観を共有している。食べることが大好きなスメラ桜女学院の女子高生、桜響は友人の上原さやかから最近太り気味であることを指摘される。ダイエットのために一年発起した響が近所に新しくできたシルバーマンジムの見学に行くと、そこには同じ学校に通う優等生の総留院、明美も見学に訪れていた。 シルバーマンジムはボディビルダーやプロ格闘家が集う本格的な筋力、トレーニングジムだった。筋肉フェチの明美は喜ぶが、響はおじけづいてやめようとする。そこへ一見爽やかイケメンだが体がゴリマッチョのトレーナーマチ尾なるゾうが現れる。マチ尾に心を惹かれた響はジムに入会。コスプレが趣味の教師、立花里美、ロシアからの留学生。 ジーナ・ボイドも仲間に加わり、響きは彼女たちと共に筋トレの世界にのめり込んでいく。恋の甲はテレビアニメ版の声優。学生教師2019年7月から9月まで ATX 他にて放送された。ナレーションは現打鉄章。エンディング後は本編で行ったジムなどにある機材を用いないトレーニングの短い復習パートに入る。YouTube では 響き役のファイルーズアイとお笑い芸人の中、ヤマキンに君が出演する特別トレーニング動画が定期的に公開されている。2019年8月21日には、アベマ TV でダンベル何キロを持てる筋肉大感謝祭特番が生放送。9月25日には、音声でダンベル何キロを持てる特番ラジオキくプロテイン、マッスルラーニングが配信。 ありがとうございます。